船橋競馬場スタンド円形船橋競馬場は、千葉県船橋市に所在する、地方競馬の競馬場。広報などでの表記は、船橋競馬。競馬の主催者は、千葉県競馬組合で、土地、施設は株式会社読売ランドから沈借している。大井競馬場、浦和競馬場、川崎競馬場とともに、南関東公営競馬を構成する。スパット4加盟競馬場。 競馬場の開設時には、レースコースの内部に800メートルのオートレース用、ダートトラックを併設しており、当初は日本最初のオートレースが開催された発祥の地にあたる。船橋競馬場、ダートコース2021年初開催の船橋競馬、所属機種による年間王者決定戦である。4月の船橋競馬第1回開催から12月の第9回開催において、 主に各開催の最終日の最終レースに能力が、逆行抗する馬を揃えた選抜競争を設定する。これをトライアルラウンドとし、各レースの着順に応じてポイントを与え、その合計ポイントによって翌1月の第10開催に行われる決勝ラウンドへの出場権を争う。冠スポンサーは8声の回。開催概要第1回船橋競馬第5日。 第12競争 c 3 2ートル第2回、船橋競馬第5日、第十二競争 c 百メ0 0 m 第三回、船橋競馬第5日、第十2競争 c 百メートル第四回、船橋競馬第5日、第十二競争 c 百メートル第五回、船橋競馬第5日、第十二競争 c 百メートル第六回、船橋競馬第四日、 第12競争 C3200m 第7回。船橋競馬台。1日第12競争 C2200m 第7回。船橋競馬台5日。第12競争 C3200m 第9回。船橋競馬台。1日第12競争 C2200m 第9回。船橋競馬台5日。第12競争 C3200m 船橋。競馬場付近の空中写真。 1989年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成2013年10月6日より JRA、勝馬投票券の発売を開始した。日曜開催の JRA 各競馬場のメインレースが対象。開門及び発売開始は12時30分で、発売締め切りは、 各競争発送時刻の4分前となる。払い戻し時間は J プレイス船橋の発売時間のほか、船橋競馬開催時、南関東場外発売時。発売、発売なし船橋競馬場に所属する旧車は、競馬場のスタンド寄りの本旧車とトラック向き正面の海岸旧車に分かれている。かつては船橋競馬場の南側は砂浜で、 船橋競馬場の所属場はこの砂浜でも調教されていた。現在は周辺が埋められているため王子を忍ぶことはできない。2006年9月3日未明、城内南側旧車地区で火災が発生し、旧車二棟を全焼、現役競争場9等が焼死した。焼死した競争場の中には2003年8月の台風10号による北海道地区の被害に巻き込まれ、 当時過ごしていた牧場から流されながらも生還したスーパーハリケーンもいた。2008年6月23日未明にも火災が発生し、旧社研究部員、宿舎一棟を全焼、現役競争馬9頭が消死した。口述にもあるように、規模と比較すると、機種の層が非常に厚く、名手と呼ばれる機種が複数所属している。南関東4馬の中でも、 船橋所属の騎手は一つ格上として見られることが多い。日本のホースマンの始祖とされる、函館体系の函館一族の者が、調教師として在籍する全国唯一の競馬場である。第1回東京優秀の優勝騎手である、函館孫作は戦後、この競馬場に旧車を置いていた。川島正幸は、ナーグランプリの最優秀調教師賞を複数回受賞している。 森はじめは、くるり藩が老森家の一族で、函館、高松旧社と並ぶ千葉県最古の旧社である。同じく、船橋競馬場の調教師であった父の森茂が、戦前、千葉県君津市に、競馬場を作り、競馬法志行に伴い、柏競馬場を経て、船橋競馬場の開設に携わり、高松の信人新能へ来臨を招生し、会場を翌年に視察を賜った。 鉄道高速道路一般道路駐車場第8回開催は、ヤングジョッキーズシリーズ開催のため実施されない。ありがとうございます。